ミャンマーで日本の文化を発信するジャパンエキスポが開かれ、テレビ朝日系列とミャンマーの放送局が共同制作した和食を紹介する旅番組の制作記者会見が行われました。この番組ではミャンマーのタレントが食をテーマに東京、山梨、沖縄を旅するほか、日本のものづくりの魅力を伝えるため静岡の最先端技術も紹介しています。総務省の放送コンテンツ海外展開強化事業の一環として、テレビ朝日系列3局とミャンマーのメディア会社が制作しました。ミャンマーでは民政移管後、ホテルやショッピングモールの建設ラッシュが続いていて、寿司やラーメンなどの日本食店が急増するなど、和食への関心が高まっています。